まあ、やっぱり身長高くて手足が長くて、前回はこう首相撲でペースを握られてしまったので、まあ、身長高い分こう組がうまかったりする選手だなっていう感じです。そうですね、まあ一度負けてる相手なんで、まあ二度は負けられないなっていうのは、選手本人もそうですけど、ジムとしても同じ選手に2回負けさせるわけにはいかないなっていうのがあるんで、まあ何が何でも勝たせたいですね。で、まあ前回やってるんで、まあ向こうお互いそうですけど、ある意味手の内お互い分かってるんで、そこをどうお互いが作戦を、前回の反省を生かして、まあ向こうは向こうでさらにいい勝ち方しようとするだろうし、こっちの弱点と、まあまた長所も見てくると思うんで、まあ、その辺も含めて、どっちが上回れるかっていうのは、まあ見てる人もそこに期待して見てくれると面白いと思います。まあ、再戦リベンジマッチっていうこともあるし、やっぱりまだプロで一勝も挙げれてないので、もう最後は有終の美を飾ろうと思ってます。